どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。いやね、ちょっとしたハプニングっていうのは人生にはつきものだったりするんだよね。そのまあすごい小さなハプニングっていうと、例えば靴下を履き間違えるみたいなハプニングってきっと誰にでもあると思うんだよね。その似たような柄であったら左右違うものを履いてきたりね、まあ、気づかれない場合も多かったりするよね。あとは裏返しに履いちゃうとかね。裏返しもまあね、めったないけどね。俺もなんかさっきね、すげえいずいなと思って、いずいってこれ方言なんだっけ、なんか違和感があるなと思って、足なんだろうと思ったら、その靴下をね、上下逆に履いてた。かかとの部分に来る場所が甲のとこに来てた。ええー、と思って、そんなことある？ハプニングだなと思ってね。多分ね、2019年の最後にして、まあ今年一番記憶に残るハプニングだったんじゃないかという、そんな刑事チャンネルのお話なんですけども、今日の動画はね、かなりハプニングが起きているゲームの週間売上ランキングを見ます。今日ね、大変なことになってます。今週の売上ランキングはとんでもない大ハプンしてますね。さあ、そのハプニング満載のランキングを見てみる前に、その前に、刑事チャンネルに行き、どうでもいいランキングということでですね、皆さんからお題をいただきまして、どうでもいいことにランキングをつけていくというですね、無駄な 2,3 分を皆さん僕と一緒に過ごしましょう。さあ、では今日いただいたお題はこちら、PS5 のこんな機能はいらないベスト5。これ実はですね、以前に似たようなことをやっててですね、ちょっとネタが被ってるかもしれませんし、答えることもね、同じようなこと言っちゃうかもしれません。なんかその以前のネタを覚えてる方は黙っててください。もう、あ、それ前も言ったよね、みたいなコメント。いらないから、そういうの。それやめて、それやめて、ね、使い回しのネタじゃないから。というわけでですね、もうすでにビッグカメラで PS5 の販売を待って、列をなしている、人たち。10人に聞いてまいりました。PS5 のこんな機能はいらないベスト3。第3位。塩辛が出てくる。本体パカってある。塩辛出んの、ね、ゲームやってたら。いや、嬉しいよ。つまみ欲しいじゃん、ゲームやってたら。ね。で、なんかこう、しょっぱいもん食いたくなるじゃん。さ、本体パカってある。塩辛。デローンって出てくる。パタタタタタ。むせた。第2位。微弱な電流で肩をほぐしてくる。コントローラーから電流流れてさ、電流によるその肩がほぐれる。ああ、いいね。あれ、おかしいな。ごめん、これいるな。この機能いるな。あった方がいいな。今日のお題はこんな機能はいらないだったよね。あんたの電流が強すぎて痛くて罰ゲームみたいになってるみたいなね。それだったらいいから。第1位。鼻毛が出てたら教えてくれる。カメラ機能でね、出てますね、みたいな。右側出てますよ、みたいな。うるせえな、もう、みたいなね。嬉しいけど、指摘されたらなんか腹立つみたいなね。はい、というわけでですね、どうでもいいランキングは皆様の、お題で成り立っております。ぜひ皆さん、ね、こんなランキング採用してくれっていうのとか、こんなのいいのあるよっていうのあったら、ぜひコメントに書いていただけると、次回の、ランキングの動画で採用させていただくかもしれません。ではね、ゲームの売り上げの方を見ていきたいなと思うんですけれども、集計期間が12月2日から12月8日までといった形ですね。まあ、12月入って、にわかに盛り上がるクリスマスムード、年末ムード、よしパパもボーナス金額決まったし、これだったら息子に買ってあげてもいいかなみたいな感じの空気があちこちで漂う、そんな中、果たしてどんなゲームたちがね、まあ今週もね、いろいろなゲームがね、発売されておりますが、果たしてどうなっていたんでしょうか。ランキングの方に変動はあったのか。では見てみましょう。ランキングキャモーン。はい。では1位から読み上げていきましょう。1位、ニンテンドースイッチ、ポケットモンスター、ソードシールド、売上本数201,838本、累計2,224,4881本。第2位、ニンテンドースイッチ、ルイージマンション3、売上本数34,122本、累計319,297本。第3位、ニンテンドースイッチ、リングフィットアドベンチャー、売上本数16,128本、累計328,511本。第4位、ニンテンドースイッチ、マインクラフト、売上本数15,335本、累計1,389,100本。第5位、任天堂スイッチ、マリオ&ソニックアット東京2020オリンピック、売上本数15,159本、累計77,180本。第6位、任天堂スイッチ、マリオカート8デラックス、売上本数14,623本、累計255,7915本。
第7位任天堂スイッチダイアントスマッシュブラザーズスペシャル、売上本数 13,959 本、累計3,362,447本。第8位スーパーマリオパーティー、売上本数 13,872 本、累計117,7650本。第9位任天堂スイッチスーパーマリオメーカー2、売上本数 12,284 本、累計72,268本。第10位任天堂スイッチ釣りスピリッツ任天堂スイッチバージョン、売上本数11,521本、累計243,913本となっております。ここに来てまた来てしまった。今年に入っておそらく2回目、売上トップ10ランキングが全て真っ赤っかに任天堂スイッチによって染められてしまった。おい PS4 はどうした、なんか発売してたよね。ちょっと待て待てと、おいおいおいどないなってんのよっていうところで、ハードの売り上げもではねちょっと見てみたいかなと思います。ハードの売り上げが任天堂スイッチ122,216台、スイッチライト66,285台、PS4 31,756台、PS4 Pro 9,645台となっております。おいおい、いやPS4 の本体結構売れてんじゃねえか。なんだよ。で、なんで、なんでソフトが一緒売れんのやっていう話なんだけど、ダウンロードか、みんな。これなんなん、これなんかあれか、PS4 がこれ売れてんのは Amazon のサイバーマンデーなんか関係ある、アマゾンのなんちゃらなんちゃらなんちゃらのセールがあったじゃない、それ関係してるかな、関係してそうな気がするよね。急に先週までの8倍ぐらい売れてるから。PS4 Pro も2倍ぐらい売れてるんで、まあおそらくそういった形でしょうと思います。で、スイッチに関してはスイッチはどうなんだろうね。じゃあスイッチはそのサイバーマンデー的なアマゾンのセール的なもの、いやこれ売れてんのアマゾンのセールがごめん確定じゃなかったら申し訳ないんだけど、とかっていうのは特に関係ないのかな。スイッチはじゃあ値下げとかは一切してねえっていう感じなのかな。スイッチのこの推移はすごい売れてるようなんだけれども、先週もこれぐらい売れてた、これよりはもうちょっと低くないかね、プラス、まあ、クリスマス勢いで今ぐんぐん伸びてきてると、あとポケモン等々の効果でねっていう形になっておりますがね。まあ、そんなわけで、いやまあまあでもちょっとね、売り上げ自体はなんかそのスイッチのソフトが全部占めているっていうことは、僕ら大人も結構さ PS4 で新しいゲーム出るなとかって発表されたりするとワクワクするね。例えば最近だとバイオハザード RE3 が発売されるよ4月にって言われて、やっぱワクワクする、4月楽しみだったりする。で、今こんだけ任天堂スイッチが売れのゲームソフトがバーンって売れてるっていうことは、子供たちだけじゃないかもしれない、待ってた人たちがいっぱいいるんで、その12月になったら買おうって思ってる人たちすごいたくさんいたりして、子供たちが12月クリスマスで買ってもらえるっていういうような感じになってる子たちがすごいたくさんいて、その子たちがどんどん買えてるっていうこと。じゃあいっか。ね、みんな幸せになってるんだよこれきっとね。そんなわけで1位ポケットモンスターがまだ20万本売れるんだよね。まだまだ売れる、累計222万本ですといったところです。年内250万本は超えるね、超えるね、すげえわ、すげえな。そして2位のルイージマンション3、ここが結構ずっと粘ってんのさ。で、ルイージマンション3、売上本数がその3万本レベルなんよまだね。で、1万何がしとかまで落ちるかなと思ったら全然まだ高いレベルだ、これすごいぞと言ったところと、リングフィットアドベンチャーも、品薄から徐々に解放されてきてる。みんな変えてる？みんな変えてますかね。売上本数を見る限りは解放されてるのか、まあ、商品が行き渡り始めたのか、あるいはその人気というか、まあ買えない人が落ち着いてきたのか、どちらかちょっとね、この数字だけではちょっとね読み切れない部分もありますけど、まあ、累計で言うとルイージマンション3より売れてんだわな。売れてる。あ、でもルイージマンション3抜くか、来週にはルイージマンション3が抜いちゃうよね。マリオ&ソニックがどんどん売り上げ伸びてきてます。さあこれもうマジで伏兵だぞというところです。で、9位にマリオメーカー2はほらアップデートがあってリンクが使えるようになるっていうのがあるんで、ちょっと注目だったよななんていうところもありまして、で10位に、はい、釣りスピリッツ、マジ釣りスピリッツ強いな。はい、とまあそんな感じで、なんかちょっと今一瞬違和感を覚えた人いるね。実は直前までと撮ってる日にちが違うんで、まず気にしないでください。まあそんなわけでね、今週の分の売上ランキングに関してはこんな感じで、じゃあ次の週果たして何が入ってくるかなっていうところなんですけれども、初登場で大注目は新桜大戦が発売されますっていうところと、もう一つPS4 でコントロールっていうゲーム、コントロールは入ってこないわ、ごめん。シタデルであの感じだったらコントロールも多分同じように、まあトップ
ップ10にはおそらく入ってこないでしょう。1万本前後パッケージ版でコントローラー売れるでしょうけれども、スイッチの、ね、ソフトたちがそれ以上に、ね、売れるシーズンなので、おそらく、まあ、入ってくる可能性は低いかなと思います。桜大戦はさすがに結構売れると思う。どれぐらい売れるべ、でもちょっと読めないよね、読めないよね。いやでも言っても10万本とか売れることはないかな。7、8万本とかぐらいは売れるのかな。ちょっとここは全く読み切れないですね。ただ正直桜大戦に関してはユーザー結構熱があって盛り上がってんだよね。割と話題にしてる人もすげー多いしって考えると意外と期待できるかもしれない。さすがにポケモンの壁は分厚いだろうなとかってちょっと思いつつもなんですけれども、歴代の名作が今また新たに登場するっていうその瞬間の、果たしてどれだけねユーザーのみんなが、まあもちろんねパッケージ版の売り上げだけを見るっていうことなんであれなんだけれども、全部ではないにせよどれぐらいのみんなのねこのね思い入れな熱の熱量なのかっていうのを、まあ、ちょっと確認するのが来週の我々の責務であると僕は思っています。ということで来週のランキングもぜひね、楽しみにしていてくださいということでした。ということで今日の動画はここまで。ぜひ皆さん、どうでもいいランキングのお題お待ちしております。ということで、じゃあまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。